おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。お弁当ね、今日はね、白だし卵にしたんだ。で、今日11月30日、11月も今日で終わり、明日からいよいよ12月。早い、早いよね。でね、11月30日月末ということは、私また用事を済ませに出ないといけないからやだね。で、なんかね、今日も天気がね、どんよりしてて、あの携帯の天気予報見たらね、なんか風マークなのかな、ピューっていうマークが出てた。で、これはね、シリコンカップに入れて、あの湯煎にかけるよ。沸騰したお湯にドボンしたら、蓋をして弱火に落として2分ね。あとは余熱で大丈夫。これ系の卵はさ、レンチンするよりも湯煎の方が口当たりもいいし、美味しいよ。そしたらね、ピーマンと人参を細切りです。でさ、私ね、あのまた余計な話なんだけどさ、ストーブをね、半分以上手放したの。そうだな、3分の2ぐらい手放したのよ。そうなの。なんで、ストーブ大好きで、ずっとストーブだったんだけど、もちろん今でも好きだけどね、3分の2ぐらい手放した。でさ、昨日リサイクルショップの人に、あのなんだっけ、出張買い取りに来てもらって、思ったよりもね、結構なお値段で、あの買い取ってもらえたからさ、あのね、また胃が焼きをね、数点ポチポチと親指が発動しちゃった。もうさ、かまどさんで炊いたご飯が本当に美味しくて、あの長女にもさ、プレゼントしたんだけど、長女もさ、あのずっとストーブ炊飯だったのよね。でもね、あの長女がさ、もう蓋を開けた時の匂いから違ったって。最初私にお母さんに聞いた時には、まあ、言うてもそんなに変わらんだろうと思ってて半信半疑だったみたい。そしたらね、蓋を開けた時の匂いも違って、ご飯がツヤツヤピッカピカに光ってて、食べたらすごく美味しかったっつってね、長女ももうね、激惚れそしてさ、長女んちの子供よね、まあ私の孫よ、孫はね、ちょっと食が細いんだけど、孫もね、お米が美味しいってもりもり食べたんだって。だからね、やっぱりね、違ったな。もうほんとね、感動してさ、私って好きになったらとことん好きなのよね。ストーブもそうだけど、あのお気に入りのさ、東次郎の包丁とかさ、キッチンバサミも大好きなの。で、ストーブ大好きなのになんで半分以上も手放したかっていうと、そのほら、やっぱさ、土鍋をさ、収納する場所を確保したいじゃん。それもあってね、ストーブをもう半分以上手放したの。まあ、そんな手放したって言ってもね、だって手放したって言ってもまだお家にね、17、8個は残ってるのよね。だから17、8個、そんぐらいあったらさ、普段の料理にはさ困らないし、まあちょうど普通の人から見ればそんないらないと思うかもしれないけど、私にしてみれば適量かなって思う、今までの量を考えるとね。でね、残そう鍋は十分厳選をして、ストーブも残ってる。で、あとあのポチポチポチっとしたイガ焼きが
4つ届く予定だから、そのね、いがやきたちも収納場所は確保できました今度はね、いがやきでした。あ、そう、ほんでね、いがやきもさ、釜本さんがいくつかあるみたいだけど、またね、全部ね、長谷園の釜本さん、長谷園でね、ポチポチポチっとしたのでね、届いたらね、そうだな、おでんも作りたいし、からだきできるやつもポチったから、いろいろ作りたいなと思ってる。もう今日はさ、ほとんどお弁当のことは話してないけども、まあまあまあ、なんだっけ、テロップ入れてるからね、大丈夫よね。そう。で、私がもうほんとお気に入りになっちゃった。私だけじゃなくてさ、もうほんと子供たちもお米が美味しいみたいで、今までさ、晩ご飯の時には、2合、多くて3合、2合炊いても余り寄ったんだけど、2合じゃね、全然足りなくなった。もうね、3合ペロリと食べちゃう。だからやっぱ違うんだなって思ってね、不思議よね。トトのさ、おいしいお米が食べたいっていう声がなかったらさ、この伊賀焼きにも出会えなかったけど、まあ生きてるうちに私も出会えてすごくよかった。これからまだまだね、いっぱい作ってみたいからね、いろいろ作るの楽しみですでもいらんことばっかり話してる間に詰めてます。そうそう、このなんだっけ、鶏のビビンバ風は一つで底上げをして、あとは立てかける感じで詰めるよ。そしたらね、大葉で仕切って、この大葉はさ、1枚を半分にね切ってる。ここにね、白だし卵ね、白だし卵もね、1個を半分に切って、トトと娘と1個半ずつ入れた。そしたらね、カップを敷いて、ここにさ、ピーマンと人参のごま炒めを詰めるよ。でも、今週は病院ないから、来週の病院のまでフランクフルトはね、お預けですわざわざは行かない、業務スーパー遠いから、あと1本残ってるでね、これなんだっけ、のりたまふりかけね、一気にボヘアって出ちゃったそしたらね、このさ、まだふりかけ振ってるねこのだし卵にさ、ダイソーのこれお花のチップをね、ぴょこんと乗っけて、これで今日のお弁当の出来上がり。今日はね、鶏のビビンバ風のお弁当でした。材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。